向井美奈子です。アミンフィリピン、あ、私今フィリピンにいます。ちょっと小向井の感想、私が来たっていうのを伝えたいのと、小向井の感想を聞いてみるね。おはようございます。あ、何も喋らない。あの、まだ酔っ払ってんだよ。昨日、小沢のマリア、世界の小沢のお店でちょっと踊らせていただいて、その後ちょっとやらかしてクラブで、くねくね動いてたらしい。でその後うちの社長 と、台湾の友達が一生懸命こう帰るよっつって囲んでいただいたらしいんですよ。あの、歩けるんだけど歩けないみたいな状態でね。っていうか、というか、もっと言うと、あの、なんか暴言入ってたらしい。怖いですよね。まだ本当に酔っ払ってんの、どうしよう。あと、あと、なんだろう、これはちょっと言いづらいんだけど、生理になって。全部言ってるね。そう、生理になったのね。で、やっぱり生理が来たら、女子ってね、あの、一番大事なこと、赤飯食べる。それはもう多分美奈子だけだと思うんだけど、だから今からフィリピンで赤飯を食べに行きます。でもフィリピンに赤飯はないと思うから、ちょっとね、いろいろ探ったのよ、どこにあるかなって。尻滅裂でしょ今、なんでか知ってる？ベロベロなんだよ、ドスッピンで。あとお風呂入った後だから髪の毛ビチョビチョなの。あの、今ドライヤーしてるから、そこで天然ドライヤー、後頭部がなかなか乾かないの。ということで、フィリピンで赤飯を探しに行ってきます。バーイ。あー、赤飯が見つからないね。でもなんか今日ホテル出る前に赤飯はどこにあるんだろうってちょっと調べたの。そしたらこの道の先っちょの方になんかヒルトンホテルってのがあって、そこら辺にあるんじゃないかっていう、私的にね。そうだからあっちまで行く。でもうちの社長はずっとカジノ行きたいって言ってるから、それは行ってもいいよみたいな、置いて帰るの。帰りは一人でパン買って帰ろうとしてるの。赤飯食べれるかな。あ、これ赤飯かもしれない。これ社長、これ赤飯かな。これは違うね。これ赤いけどね。これ何があるかって、シーフード、こっちのご飯なんだけど、シーフードとかこう山盛りで出てくるところあるの。でもこれはまだ美奈子の中のあれだね。あれってなんだろう。パンだね。ダメだ、いろんなものに今切り取られてるね。パン食べてくる、うん、チーズのパン、あー、これがいい。これが一番美味しかった、ね、チーズのパン。パンでマリラってね、美味しいの。食べる、なんか食べる社長。いや、俺パンは大丈夫かな。大丈夫、うん、じゃあお金払って。うん、オッケー。社長、背中にいっぱい穴開いてるよこれ。いや、もう僕ボロボロの服しか着れないんですよ。いや、後でブーメランビキニ買ってあげるよ。みんなお金持ってきた。いや、そんなん、いいよ、コミちゃん払いたいならコミちゃん払いなよ。うん、いいっすか自分。ねえ、ここは男気じゃんけんじゃないですか。ねえ、最初はグーチェッケンパイ。よし、どこにたかったよ。こんにちは、どこにたかった。マジ男気じゃんけん大事だよね、マジで。 Thank you。 パン買った、まあ、パンでマニラでパン買った。でもさ、これでさ、はい、190ペソって安いよね。あ、おいしい。すいませんね、さん、いただきます。お、そうそう、いただきます。すいません。男気じゃんけん勝ったからね、やっぱね、出したかった、払いたかった。うわー、人の金で食うパンうめぇ。あー、うまそうに血をすくい上がってチキチキだろ。あ、やっぱ天然ドライヤーいいわ、ちゃんと乾いてきた。ほら、まあ基本ドライヤーしない人間だから、美奈子のこの今のサラサラ具合を聞いてみる、町の人に。あの、すいません、一言よろしいでしょうか。私今髪の毛乾かしたんです、どうです。
にゃん、あっち行きたい、あそこにあるって書いてあった。なるほど。うん、こっち。そう、美奈子は今日は生理になったから赤飯を食べるの。お祝いは、お祝いするから。だって女が生理来るのって人、ね、生きてて、まあ、1年で12回だいたいね、と考え換算するよ。マジで永遠付き合わなくちゃいけないんだ、これに血出てくるのに。マジ本当無理なんだし、体調悪くなる、お腹痛くなるね。だから赤飯あるかな。あ、赤飯かもしんない。ちょっと待って、赤飯かな。あ、こいつ赤飯じゃないわ。あ、すいません、赤飯知りませんか。あれ美味しそう。ああ。これ多分みなこ赤飯屋さん見つけて、今ちゃんと社長を説得した。じゃん、騙された。で、お店の人に YouTube 撮っていいって言ったらいいって言われた。カニ、カニ、やったー。何食べようかな。食べるにあたってやることがあるから、髪の毛が大変なので。あちら、よし、いただこう。まずサラダを食べます。こっち来て気づいたの、マジで野菜不足。野菜不足だから、今日もガーリックだと思った。初日からさ、あの火鍋行って鬼のようにお肉入れたの。で、昨日は、まあ、なんか記憶はないけど、ここに来てガーリックばっか食べて、今日はこれでガーリックを決めます。それでは行きたいと思うよ。これを最初は使おうとするの。でも美奈子はとってももったいないと思うから使わない方がいい。ここは硬いからいらない。ここを食べたい。ここが美味しかったの、カニ。これこうして真ん中パコンっていくやん。パコンっていくんよ。じゃあ殻食べちゃダメだよ。はい、やられる。振りが怖いんだって、マジで。やばくない？いや、マジで社長とは本当にこのなんか対等というか、マジでいい付き合いをさせてもらってるんだけど、当たり前か。なんだけど、ノリが、なんだろう、小学生の男子みたいな。マジで、行くなよとか言って。いや、マジ最高なんだよ。いい事務所に出会えたと思うよ、本当に。うまっ。はい、そうなんかい、混むかい、開いてないかい。チョキが一番前で、チョキ、チョキが、ええ、じゃんけんしましょうか。行きましょうか、男気じゃんけん。じゃあ今日は、今日は男気で勝負しますか。そろそろ男気じゃんけんをしたいと思います。最初はチョキ。あれあれ、いや、最初はグーじゃん。うん、最初はチョキじゃん。男じゃんけん、じゃんけん、やっぱり。いやー、払いたかったー、どうしよう。すいません、ファンの皆さん、どうしても払いたかったし、払いたかったし、じゃあ自分来てもらって。いいんすか、ミラコさん、いいんすか。男じゃんけん。すいません、ごちそうです、小向さん。ええ、小向さんの男気に感謝です。ええ、じゃあ、じゃあ今から先に、ね、先に勝ちの分の道着もやっていきますか。はい、どっちが勝ちのチップ買うかっていう。じゃんけん、じゃんけん、ぽい、あざーす。なんで私勝ってんの、ずっと。さすがあざーす。自分じゃんけん弱くて夢なんす。はい、ということで、赤飯を探したらレッドクラブに着いちゃいましたっていう回でした。まあ、普段からこんなブラブラしてるし、ね、あまりこういう機会がなかったからいっぱい喋れて楽しかったです。社長ありがとう。締まりがないのでそろそろ終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとう。ネギが出てきたよ。
酔ってる女ってこんなもんですよ。独身もうすぐ39になる、やば、人生楽しもう。OK、ということでありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。